ドンミシー、はるか、ことね、まほ、私たちはチェゴでーす。はい、というわけで我々ミニチューン第1弾やってどのぐらい経った？お任せやってから、うん、そうそう3、4、5、6年ぐらい経ってます。で、そこから去年の6月あたりに、うん、もう自分の好きな色にしようって言って、はいはいはい、イメチェンしたじゃん、企画でね、うん、そこから約1年経ちました。おー、そうなんだろう、あの時もあの時でね、楽しかったよね。そう、で1年経ったから、うん、もう一回ね、イメチェンしたいなって思いません？思います。思いますよね。ということで本日はイメチェンをしましょう。おー、今回はシーンさんでカツラを一人5着用意しております。5回もイメチェンできます。なんかいろんなさ色とかあったじゃん、うん、あといろんな髪型とか種類あったじゃん、うん、ですごい選ぶの楽しくなかった？めっちゃ楽しかった、ね、我々ね、お互いどんなやつを用意してるかわかんないから、それも楽しみかも。私服もさ、そのカツラに合わせて服も変えるので、うん、そう、バリエーション豊富なチェゴをお楽しみください。はい、レッツチェッコー。じゃーん、1つ目、はるかは女の子になりました。かわいい。なんか儚い女の子って感じじゃない？似合う、いいやん、金髪も。そう、いいね、銀髪、憧れの白っぽい金髪。はるか大好きなツインテールとヘッドドレスを髪の毛に合わせてやってみました。かわいい。確かにヘッドドレスしたらさ、ハイブワとか。え、そう、確かに隠せる。私前髪もね、はるか何も切ってないけど、あ、そう、ここも切るって言って最初からこういう状態だった。全然自然だね。ね、サラサラ。え、てか色めっちゃ可愛い。色がやばい。この色ね、芸術的にね、難しいもんね。あ、そう。もともとのね、根元もすごい綺麗なんだけど、こういうヘッドドレスとかつけたことによって、めっちゃより一層馴染むような気がする。めっちゃ馴染んでる。可愛い、似合う。イエーイ。はい、マホは、一度はオレンジ髪にしてみたかったという願望を叶えました。超似合ってる。一度は過去にやったことあるよ、ね、あ、あるんだけど、うん、なんか前髪とかもこういう感じ、結構このね、ウィッグのね、前髪のこの形も好きでこちらを選んだんですけど、かわいい。何よりこの長さがやばい、かわいすぎ、ね、超かわいい。しかもくるくるなってるし、え、そう、量もいいね。かわいい。そう、量がわざと多いっていうのもめちゃくちゃかわいい、うん、だってマホも前髪も何も切ってないし、何もアイロンも通してないし、なんなら櫛も落としてない。で、この自然な感じ。ああ、私気に入っております。はい、続いては私でーす。どこにつけた？どこにつけた？めちゃくちゃ良くない？これ。あれか、つけるやつか。そう、三つ編みだけつけてるの。自然すぎる。元からその髪でした。ナンバーワン。そう。すごい。そう、これこういう風になってて。すごい、めちゃくちゃ可愛くない？うん、軽い、全然軽い、ピョンピョンピョンって感じ。あの髪の毛短い人とかさ、うん、こういう風にして三つ編み、普通にダンスの衣装とかでも使えそうだよね。そう、色のさ感じも全然違和感なく、うん、黒くできる、可愛い。すごい、めっちゃ自然。じゃん、2個目、はるかは打って変わってギャルっぽくし、ギャル、これギャルじゃない？いや、めちゃめちゃ清楚だよ。全然ギャルじゃない。はるか打って変わって清楚の女の子になりました。めっちゃ可愛い。いいね、なんかこの、え、てか黒い系似合う。やっぱ黒い系だね、はるかは。はるかさ、黒い系さにしたいんだよ、うん、めちゃめちゃ可愛い。もう明るいより黒い方が好きだもん。他になんかね、白のこうラインが入って、はいはい、うん、インナーカラーみたいな。インナーだ、可愛い。インナーがシルバーじゃない？めっちゃ可愛い。しかもさ、さっさらやん。そう、ベレー帽をかぶって超馴染んでる感じじゃない？全然馴染んでるよ。しかもね、毛先がね、ちょっと切りっぱなしみたいになってて、はいはいはい、それもはるかの好みなの。うん、かわいい。こういう感じ。2個目の方が好き。マホも。じゃあ黒にしまーす。はい、マホは赤っぽいカツラにしました。落ち着いてるお姉さんだ、うん、いいですね。なんか前髪もやっぱりなんか前髪マホこういうのに憧れがあるんだけど、うん、こういう時はね、だってさ、さっきもこんなような前髪だったよね。多分こういう風な前髪を本当はしたいの。だけど自分じゃできないから、こういう時はウィッグに頼ろう。しかもサラサラだし、ちょっと暗い赤みたいなやつちょっとやってみたかったので。暗い赤も似合う。よろしくお願いします。はい、かわいい。長さいい感じ。確かに長すぎずね、めちゃめちゃモテそう。モテまーす。あのさ、飲み会にいそう。確かに。 My name is キャサリン。え、あのね、普通にかわいい。え、ほんと似合ってるかも。
嬉しい。似合ってる。たまにね、ショートにしてみたいなって思う時あるんですよ。入れ替える、ここ悪かったです。見てみたい。なんかバッサリショートが絶対似合うよ。巻いてないのみたいな方。うん、いい感じだね。本当。しかもさ、これ結構さ、後ろがふわふわしてるからさ、うん、後ろとか横向いて、え、そこのシルエット超かわいい。本当。マジ。髪ボコってなっても馴染んでる気がする。めっちゃ馴染んでるよね、このふわふわしてるから、うん、めちゃめちゃなんか触り心地気持ちいい、うん、絹みたい、うん、キャサリンでした。ダン3つ目、はるかは今回ツートンカラーのウィッグにしました。なんか前にやったやつさ、うん、みたい。前のイメチェンの時のはるか。確かにはるか地毛多分この色で。マジで一緒だよ、ね、違和感が良すぎ。え、マジ、うん、本当に生えてるもん、うん、青のツートンをさ、うん、やってみたいんだよね。え、めちゃめちゃありじゃない。ありかな。アニメのキャラみたい。誰もわかんねえよ、ほんとに。やった究極のアイドル、究極のアイドル。イエーイっていう盛り上がり。めちゃめちゃいいや。はい、私は、ザ、普通の女子。ね。普通か？普通じゃない？ギャル。ギャルかな。子供の頃はもうこういう髪の毛にしたかったっていう髪の毛。わかる？さ、あと高校生の時に一回さ、そう。やりたい。そう、こういう女の子の髪の毛を一度はやってみたかったっていう、やつ。色かわいい。そう、ね、色めっちゃかわいいよね、うん、でも絶対ね、うざいんだよ、こういう女。そう思わない？え、そうなの？うんうん、みたいな感じだと思うの。え、でもさ、普通に今のやんなければギャルだけど実は優しいみたいな。確かに。いや、そう、優しいギャル。いや、てか何がかわいいかって、この巻き方。うん、この巻き方本当にかわいくて、長さもめっちゃ胸くらい。かわいい、ほんとかわいい。こういう髪の毛になりますように。あ、またお待たせ。待って、リアル。テーマは？テーマ？ちょっとやさぐれてる、モテる女です。めっちゃさ、いそう、こういう人。確かに。グラデーションの感じとこの、うん、そうそうそう。絶対原宿の美容室行ってる。確かに、うん、だってこれうまいもん、うん、このグラデーうまくない？確かにそれも。こんなことできない。すごい。え、色味マジで可愛い。でもいい感じかも。ね、巻き方もさっきのママと違う。確かに、その巻き方もその界隈感出てるよね。なんか抱えてそう。そう、絶対抱えてるわ。なんか抱えてる感じが一番モテる。じゃーん、4個目。はるかは量産系女の子でーす。量産系だ。あのさ、小学生。カエルの歌が。こういうさ、可愛い小学生いるよね。ピアノの発表会。ああ、怖い。確かに。なんかこれね、茶色でピンクのラベンダーみたいな。へえ。でも可愛い色味。自分があんまピンクとかを本当に髪の毛したことなかったから挑戦でやってみました。ピンクも似合う。うん。似合う？うん。可愛いよ。これ結構長いかも。縛っててこのぐらいだから。確かに長い。ね、量多めのロングって感じです。で、他は自分で切った姫カット。あ、そうなんだ、うん。そういうのいいよね。調節できるしね。前髪のさ、うねりがいい。こう、こういう風に。綺麗に横近い。これできる、これむずくない？これできない、自分。本当の自分の髪でこれやるの。はい、私は、もし自分がダンサー人生を生きてたら、やってみたかった髪の毛です。ハイライトだっけ？でも似合う。似合う？うん、ハイライト。そう、ハイライト。髪色めっちゃいいね。可愛くない？この髪の毛。しかもさ、うん、ダンサーやってそうな、このうねり。やってそう。絶対ダンスやってる人。めっちゃヒップホップうまそう。ね、クラブにいそう。クラブにいそう？クラブだったらどういう感じだろう。こういうのしかあまりかまない。あ、なんか、結構ここまでやってそう。あ、そうそう、手上げてるのやりそう。これにニット帽とか確かに、キャップとかも可愛いかもね。え、キャップかぶってほしい。え、どうですか？こういうキャップもありですか？めっちゃいい。確かに、これはもうめっちゃ踊ってたね。てか、なんならインスタみたいな感じ。うん、はい。はい。私は念願の紫。すごい。クラゲカットだよね、これ。クラゲカットなんだ。結構発色いいんだよね。そうなんですよ。このさ、可愛いのがさ、2センチ、3センチ間隔で、はいはいはい、なんかちょっと暗めの色と。黒紫、ね。そう。この交互してるのが、めっちゃ可愛いの。トータルでこんな感じ。いい感じ。頭皮の感じもあんまりなくて。頭皮の感じや。てかさ、小爪の頭皮かと思った。え、マジ？え？どう？感覚ある？うん、あるよ。
じゃーん、5個目と、はるかはあれ、なんか見たことある。あれなんかよく見るな、この髪。はるかは、リボンをつけてみました、このウィッグに。かわいい、かわいい。いい色落ちみたいな。確かに、いい色落ち。こうやって、リボンつけるのがね、去年くらいめっちゃ流行ってたから、やってみました。かわいい。巻き方は、ブリンブリン。かわいい、めっちゃかわいい。そう。だから、ほんと、ザ・女の子っていう感じになると思います。で、自分はほぼ切りました。また、ね、調節できる。そのまま切ってた。髪の量も多いし、サラサラだから、超ベリーグッドです。せビリギャルやん。そう思ってちょっと制服にしたんですよ。頑張るぞい。ちょっとまだダメです多分受かんない。じゃあクラッシュ暗算みたいな感じでやるね。適当に答えて、答えればいい。適当答えでいいよ。頭良さそうに答えれば大丈夫。いくよ。12たす3引く3、5引く5、3、3、3、3、3、3、3、12引く3は5。イコールなんですか？2? あ、待って、1出た。出題者も回答者もダメダメ。じゃあ、はるかやって、フラッシュアンダー。1912たす15,575たす割る、割る201は引く、ルート52からのマイナス3からのは5分の1。おー、いい、めっちゃいい。分数一番出てないけど、ルートとか来たよ、ルート。ルートはさ、あ、違う。5分の1。おまおまかーちゃんのプリヤ。めっちゃ K-POP アイドルじゃないですか。マジ？なんかね、赤っぽい感じもやってみたかったんだよね。わかる、かわいい。あとこれ自分で三つ編みしました。あ、自分でやったんだ。このうねうね感めっちゃよくない？わかる、自然なの。ね、しかもさ、これ色が可愛いの、また 色あのさ、琴音のターン頭皮ばっか映ってこれなんかね、今度はね、1センチごとにね、色が違うの。あ、またそう、また違うの。超いい、これその色さ、なんかさ、ティーツも大変じゃん。大変、すぐ色落ちする。すぐ色落ちする、これ。そんな時はこれシーンのカツラをかぶりましょう。全部紹介し終わりました。いかがでしたか？ヘアカラーとさ、ヘアアレンジがめっちゃ可愛いと思った。わかる、うん、なんかさ、文化祭の時とかイメチェンしたいなと思ってた。確かに、めっちゃよくない？それがめっちゃいいかも。ね。しかもなんか全然あんまカツラ感ないし。え、本当にない。ね。なんかみんなない。なんか元からマジ生えてる感じするわ。超いい。うん。はい。というわけで、シーンは他にもいろいろな洋服とか、生活用品とかいろいろありますので、うんうん、ぜひチェックしてみてください。はい。そして気になった商品、そして気になったカツラがありましたら、こちらのクーポンコードでぜひお安くお買い求めください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。SNS のフォローもお願いします。お願いします。ということで、以上ジェゴでした。イバイバイ。